はい、どうもラッキーです。アンチャーテッド4武器解説やっていきたいと思います。今回、武器解説する武器はハリソン1980ということで、今回の、アップデートで、追加された DLC 武器ということで、メイン武器の方は、これですね。これだけというか、前回紹介した武器がドウエースですね。こちらに続き、メイン武器は以上とハリソンですね。では、紹介していきたいと思います。ハリソン1980、中距離用レバーアクションライフル、反動軽減が高く命中率はかなり高いです。ダメージも高くなっており、射程も長いで、発射速度が、低くなっているといった性能でございます。この後ちょっと似た武器でいうメトラーとね、比較して見ていきたいと思うので、後でいいかな。とりあえず今回のハリソンの性能はこんな感じと。はい、では今回のクリップで使っていたカスタムを紹介したいと思います。メインにハリソン1980コスト5、サブにフォッサコスト2、ギアに地雷コスト3、秘宝にタパクヤウリコスト2、ブースター、マーキングレベル3コスト5、蘇生術レベル3コスト4、屈強な体レベル2コスト5となっております。ブースターの方はね、いつも通りの感じと、ギアとね、秘宝かでコスト合計で5なので、ブースターに結構つぎ込むというかね、ブースターだけで14使っております。全部レベル最大なのでね。はい、屈強な体ももちろん入れてきてます。今回は遠距離ということでね、マーキングもやっぱつけた方が強いかなということで、そして蘇生術ですね、これもかなりいいと思いますね。安定のブースターじゃないかなと僕は思うんですけども。はい、そしてそうだね、じゃあまずメトラーとの違いとかを見ていきましょうか。今回追加されたのは中距離用レバーアクションライフル。使ってみた感じというか、一般的にみんな思うのが、メトラーと近い部分を持ちますよね。セミオートってだけなんですけど、じゃあメトラーとハリソンどっちが強いのとか、どっちがどの場面に強いのとか、そういう部分をちょっと比べてみていきたいと思います。前回紹介したローもね、似たような性能というかね、感覚を持ったらね、また全然違かったのでね、今回、比較して見ていきましょうか。メトラ、ダメージと発射速度は以外か、反動軽減命中率射程はほぼ同じになっております。はい、でメトラの場合ダメージが低く発射速度が高いです。一応こっちのグラフというかゲージで言うと、射程と発射速度は同じなんですけども、ハリソンに比べると、ダメージが高くなっていて発射速度が低いんですね。比べるとメトラーの方がダメージが低くて発射速度が速いって言いますけどね。はい、そういうのを紹介と。ここら辺がね、メトラーとそのハリソンの違いですね。この性能を知っておけば自分がどっちの方がいいのかなとか思うんじゃないでしょうかね。どっちの方が好みかなとかね。自分は攻撃力の方が好きなので、もちろんハリソンの方が好みに合っているかなと。使ってみた感じもね、やはりメトラーの方が連射できるなっていう印象あったんですけど、使ってみる前か、予想してたよりかは、コッキングが早い。コッキングではなく、レバーアクションなんですけど、思ったより早いかなと。ほんと、カッチャボン、カッチャボンっていう。結構早くできていたので、そこまで癖にならないかなと。
思いましたね。でですね、まあ話は外れるんですけど、ここですね、ここがまあこのクリップで唯一連続ダウン連続 KO が繋がった部分じゃないかなと思うんですけど、まずダウンと、まあ隣にねスナイパーの人がいるんで、はい、もうどっちも一発一発当てればダウンできるってのもあるんですけどね。でここも落ち着いて、どうだ、あ、ダウンですかね。そして KO でアシストですね。といった感じで、まあ隣の人もね結構ダウン連続できたんじゃないかなと思うんですけど、まあここだけですね。ちょっとねでも難しいね、連続ダウンを奪うのはね、場面によっちゃって感じなんですけど、はい、決してまあその相談数とかねあんまり困らなかった感じですね。そこでなんか負けるっていうことは基本的にないかと。うん、で今回ね割とフォースは使ってるね、まあ使わないようにはしたつもりなんですけど、まあいつもよりか多分フォースターに頼ってないかなと思うんですけど、どうでしょうかね。やっぱ結構使ってますね。そしてですね、まあまたちょっと戻すんですけど、ハリソンとメトラー、メトラーは一応長距離用なんですね。長距離用セミオートライフなんで、あと性能っていうかその変わった部分として、メトラーは、覗くことができます。サイトがね、サイトがあります。でハリソンの場合はサイトがないです。まあなんだ、メトラーは標準のぞなんだ ADS って言わないか、これは覗いた時に、M14 みたいに絶対サイトを覗いてしまうっていうことではないので、切り替えることができるっていう部分ではまああってもいいのかな。まあ僕の場合メトラー使っても基本的にサイトは覗かないですけど、まああってもいいのかなっていう部分ですよね。まあその分ハリソンはもともとないので、まあサイ、ね、メトラーでサイトを使っている人っていうのはちょっと、癖があるっていうか、まあ苦手なのかもしれないですね。まあ僕は全然あのサイトなしの方がいいんでね、まあ全然こっちの方が使いやすいですけど。そしてですね、ここら辺かな。うん、でやっぱり最初に紹介した時と思ったんですけど、やっぱハリソン1984って第二次の武器なんですね。はい、ちょっとアンチャーテッドの中ではね、珍しい傾向かなと思います。多分ない、その他多分ないと思うんですけどね。あれかな、リボルバーはなんだっけ、忘れちゃいましたけど、あれもなんかちょっと違う感じでしたよね。あれも結構好みに合ってて、まあ今後サブの2つ追加された武器も紹介していくんですけどもね。はい、でね、サムネにいつも乗っけてるじゃないですか、あの武器をね。あれ、まあ実銃なんですけど、あれをね、やっぱ第2次で調べたところ出てきましたね。いや、これ全く同じってことはないんでしょうけど、まあかなり近いものを見つけたんで、そちらの方をサムネに使ったと思うんですけども、はい、そうですね、終わっちゃった。まあまあいいんじゃないでしょうか。まあこの試合もねなかなか接戦だったんじゃないでしょうか。まあ悪くはないと、まあ個人の成績は置いておいてね。うん、で結構そうだな、前回言ったっけ、言ったね、多分 DLC についてね。まあ結構日にちが経っちゃっているんで、まあ、このクリップ自体は結構早い段階に、前回紹介したローと同じ時間帯に、クリップ取ったんですけど、ただやっぱり結構日にち経っちゃった。動画自体も3日ぐらい上げられてなかったんで、結構空いちゃいましたけどね。もう少しやっぱり武器回数は早く上げたかったですね。多分今時期から見る人いないかなと、検索でね。どうでしょうね。
やっぱり他のね動画よりかはやっぱり伸びますけども、まあまあそこら辺はいいでしょう。他紹介する部分といったらなんだろうな、なんかあるかな。まあいつも通り尺が余ってね、何話そうかみたいな、何も考えてきてないんですけどね。1980、いやこの人の ID ね、今気づいた。1980、まさか生まれた日、生まれた日が1980、それすごくない、すごくないか。え、1980年って第二次終わってます、終わってるね。あれ、知識不足だ。1980年でしょ、終わってるよね。むしろ東京オリンピックが1900、あーいつだっけ、すいません、全然違いますね。でも第二次の武器でありますよね、この形的に多分。1980って年代じゃないの、だいたい作られた年とかじゃないのかな。ダメだ、終わっちゃった。はい、まあいいでしょう。今回まあ2000スコアの10段 7KO8 です。まあ成績はまあまあですがね、あれ結構差がついちゃったかな。まあいいでしょう。今回ハリソン1980、ちょっとね知識不足でなんだ嘘の情報を言っちゃったかな。まあいいでしょう。というわけで、ラッキーでした。チャンネル登録、コメント、評価お願いします。I'll be back.